はい、こんにちは。 CK アプリ認証研究会代表の岡田です。今日お伝えさせていただきたいのはこちらになります。エネルギーが人生を動かす11番目の動画で、人生が飛躍する場のエネルギーっていうのを今日はお伝えさせていただきたいと思います。今日は、最近お伝えしているエネルギーが人生を動かすっていう、まあ、シリーズの動画ですね。それの11番目の動画っていうふうになってきます。で、今日はですね、その場のエネルギーについてのお話をさせていただきたいので、まあ、自分が住んでる場とかね、自分のその関わってる場っていうのがどういうものかによって、そこのエネルギーって全くやっぱり違うんですよね。それによって人生っていうのは全く変わってきたりとかしますので、結構多大な影響がありますので、まあ最後までちょっとご覧ください。で、まずじゃあその場のエネルギーとは何なのかっていうことなんですけど、まあ一つはやっぱりそこの場所ですね。土地であったりとか場所であったり、建物であったりとか、そういう物理的な場っていう部分が一つは影響するっていうことになってきます。で、例えばですね、まあ土地とかで言うと分かりやすいと思うんですけど、その場所ですよね。よくパワースポットとか、あとまあ神社とかもそうですよね。そのいい場っていうところにはパワースポットって言われる場所っていうところにはやっぱりすごくいいエネルギーが溢れているので、皆さんやっぱりそこに行きたくなったりとか、そこに行くとなんか元気がもらえるとか、なんか癒されるみたいなのがあったりとかすると思うんですよね。なので、行くことによって人生がこううまく動き出したりとかすることも実際あると思うんですよね。なので、まあ、神社好きな人とかパワースポット巡りとか好きな方とかも多いと思います。で、そういう場所ですね、その例えば、まあ、大自然とかもそうですけど、その例えば神社とかだったらすごく分かりやすいんですけど、神社っていうと必ずこう大きな木とかがボーンとこう、ね、ご神木もそうですけど、いっぱいこう大木がこう立ち並んでるところってやっぱ多いと思うんですよね。で、そういう場所っていうのはあえてやっぱりそこがエネルギーが、やっぱ土地のエネルギーとか地球のエネルギーが高い場所なので、そういうところっていうのはもうやっぱり成長、木の成長とかがもうすごく、してたりとかすると思うんですよね。だからそういう場所っていうのはやっぱりエネルギーが高いので、そういうところにあえてこう神社とかね作ったりとかしてるのかなっていうふうには思ってはいます。で、これ地球でいうとですね、こういうまあこれ地球と思ってもらって、こういう形でですね、まあ、簡単に言うとこうグリッド上にですね、地球の中にもエネルギーの流れみたいなのがあるみたいで、そのエネルギーの中のそのグリッド上にこういう、まあ、点のところですね、関わっているところっていう、まあ、こういうところが、要はエネルギーの高い場所みたいなのがあるみたいですね、実際に。で、例えば、その人と例えると新旧でいうその経絡とか経血とかですね、経絡っていうエネルギーの体の中に流れてる気の流れのラインの上に経血っていうこう壺があると思うんですよね。そこみたいなイメージです。その壺みたいなイメージで地球上の中にも壺みたいな場所があって、そこから地球のエネルギーがこう溢れてるっていうか、そういう場所みたいな形ですね。まあ、そういうのが、そういうところに神社とかそういうパワースポットと言われるところが結構あったりとかするんじゃないかなとは思ってます。で、そうするとエネルギーが高いので、そういうところで住んでたりとか、そういう場所に行くとこう癒されるとかパワーをもらえるっていう風になってくるんじゃないかなと思います。で、あともう一個建物ですね。建物とかっても結構影響があって、分かりやすいのはやっぱりこう例えば教会であったりとかね、教会のデザイン性であったりとか、その計算されたこうエネルギーが高くなるような計算された部分とかもあると思うんですけど、そういう教会とか、あと神社とか、まあ、あとお寺とかもそうですよね、まあ、そういうところで、行くだけ、その中に入ってるだけで、その厳かな幻想的な、ね、感じ、教会だったりすごく幻想的な感じのところに入ってるだけでこう 癒されたりとか、心が落ち着いたりとかっていうのはあると思うんですよね。まあ、そういうその建物自体のそういうエネルギーみたいなのもあるんじゃないかなと思います。で、それが一番分かりやすいのが、ピラミッドですね。ピラミッドパワーと言われるように、そのパワーがエネルギーが高くなるような計算された何かしらのそういう部分があると思うんですよね。で、まあ、そういうところに行ったりとかすると、まあ、不思議とこうね、ピラミッドパワーとかだったらいろんなこと言われてますけど、すごくそういうところのエネルギーっていうのもあるんじゃないかなと、建物自体っていう部分ですね。で、まあ、だからそういうなんかこういい場っていうところに住んでると、住んでたりとか、例えば職場がそういう場所にあったりとかすると、それだけで、まあ、いい場なんで、
まあ、エネルギー的に高い場所になってくるので、なんかこう仕事がはかどったりとか、そこに住んでる人か働いてる人たちが皆さんこうなんかこう穏やかに争いとかもなく、過ごしていけるっていうような、その土地の場所とかいうエネルギーっていうのは関係すると思います、これはね。で逆にですね、悪い場ですよね、悪い場っていうのも逆にあるっていうことですよ。例えばよく事故が起こる交差点であったりとか、よく事故が起こるこう踏切であったりとかもそうだし、何かトラブルが多いその地域であったりとかもそうだし、そういうところっていうのはあんまりまあ場としては良くない場っていう部分がこうできてたりとかするんですよね。で例えば、繁華街とかもそうですよね。繁華街、繁華街っていうのはやっぱりこう欲とかね、お金とか欲とかっていう部分がまあ溢れてる場所になってくるので、やっぱりそういうところの周波数に引き寄せられて行く人もやっぱ多いんですね。だから欲にまみれたような場所っていう部分はどうしても喧嘩とか、争いとかっていう部分が増えてくるっていう部分だから、あんまりこう場としてはよろしくないっていう部分があったりとかもするでしょうし、あとは、その例えば戦争とかね、昔から争いのある多い場所であったりとか、その場所で昔戦争がありましたよとか、争いがありました、戦がありましたよっていう場所っていうのは、まあ、歴史的に結構重かったりとかするので、まあ、そういう場所っていうのもいい面もあるんだけど、場所によってはあまりいい、影響を与えないっていう場もあったりとかすると思います。でそういう場に例えば住宅街とか土地があったりとかすると、何かしらその住宅街の中でトラブルが多かったりとか、争いが多かったりとか、喧嘩が多かったりとかっていうのが結構増えてきたりとかね、しやすくなってくると思うので、まあ、大事なのは、例えば今から家を建てられるとかね、なんか引っ越すっていう時に、その例えばそこの土地の資産とかっていうのもそう大事なんでしょうけど、立地とかも大事だと思うんですけど、その場のエネルギーがどうなのかっていうのをまず、感じてほしいっていうのがあります。私とか家買う時はまず何を決めたってことは、その場のエネルギーがどうなのかっていうのも第一優先で決めてますので、まあ、すごく結構重要っていう部分になってきます。なのでそこの場所がどういうエネルギーなのかってなかなかちょっとね、分かりづらいかもしれないけど、まあ、直感で、あ、ここはなんか気持ちいい、こそ良さそうっていうのも一つ大きなヒントだと思いますので、まあ、そういうのもちょっと参考にしていただけるといいのかなと思います、この辺はですね。で次、今度は、場のエネルギーの2番目になります。2番目の、場のエネルギーっていうのは、これは集まる人の共鳴エネルギーってやつです。集まる人たちの共鳴エネルギー、その場所に、その場に集まる人たちの共鳴するエネルギーっていう、これがめちゃめちゃ重要ってことなんですね。さっきは物理的な土地とか場所とかっていうお話だったんですけど、2番目はそこに集まっている人のエネルギーです。人のエネルギー、人の集まってくる共鳴するエネルギーっていうことです。でこれがどういう人が集まるかによって、エネルギーが格段と飛躍するのか、エネルギーが格段と下がっていくのかっていうのが大きく変わってくるっていうことなんですね。でこれが会社とか仕事、職場であったりとか、まあ私たちの主催してるセミナーであったりとかもそうだし、あとはまあなんかこうね、そういう学校とか、まあね、そういう人が要は集まってくるコミュニティとかもそうだし、まあ、そういうエネルギーです。だからそこにどういう人たちが集まっているのかっていうのがめちゃめちゃ重要になってくるっていうのが一つあります。まあ、分かりやすいので言うと、例えば会社ですよね。会社の構造で言うと、大体社長トップの人が、まあ、これ社長がいたとして、あと例えばここに役員がいたりとか、あと管理職ですね、管理職がいて一般の職員がいたりとかっていう、まあ、大体こういう縦の、縦社会というかね、ピラミッド、ね、組織があると思うんですね。で例えばその場のエネルギー、会社とかであれば、いい場になっている、いい人たちが集まっている共鳴エネルギーっていう部分で言うと、そこに集まっているのは、まあ、一つは理念ですよね。その会社の理念と、この会社はどうしていきたいのかっていう部分、理念があって、そのパンフレットに書いてあるなんか、ね、表面的な理念じゃなくて、本当にどうしたいのかっていう、その会社でどうしたいのかっていう、その要は社長の理念ですよね。社長のそのトップの人の理念とかっていう部分がすごく重要になってくるっていうことなんですよ。でその社長の部分も、理念があって、その理念に
要は、共感した人たちが集まってくるっていうのが、まあ、その会社っていうふうになってきますので、なのでどういう人たちがその集まってくるのかっていうことがめちゃめちゃ重要になってくるっていうことなんですね。例えば社長のその考え方に要は近いこと人、社長のエネルギー周波数に近い人っていうのが、まあ、大体その役員になってたりします。でその役員からの今度管理職とか一般職も同じで、その全部要はある程度その近い周波数の近い人っていうのが出世していくはずですので、あの大概のところはね、大手とかちょっと違うのかもしれないですけど、やはり自分の、信用できる人、会う人っていうのがどん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 出世していく傾向にあると思うんですよね。そうすると、その社長に近い周波数の人が、社内に増えてくるっていうふうになってくるってことですよ。そうするとその社長の、例えば、考え方が自分たちもそうだけど会社の利益とかもそうだけど、それがスタッフもちゃんと、潤うことができて、お客さんも潤うことができて、その地域であったりとかっていう、あと取引業者とかも考えてみんなが潤うような、会社作りをしているっていう会社であれば、当然業績も伸びるでしょうし、そこで働いている人たちの共鳴するエネルギーっていうのはすごく高くなってくるので、中で争いとかね、あの派閥争いとかよくあるじゃないですか、組織の中でやったら。そういうのとかも少なくなって、みんながそのね、仲良く過ごせるような会社っていうのはやっぱり理想ですので、まあ、そういうのに近くなっていくと思うんですね。ただ、例えばトップの人たちが自分の利益だけっていうふうに思ってると、要はその自分さえ良ければいいっていう、あとは、スタッフはもうスタッフだからあの安い給料で働かせばいいみたいな考えとか、あと取引業者とかもそうだし、お客さんのことも考えずにもう自分だけっていう風になってると、要は自分だけ良ければいいっていう人たちがいっぱいそこに集まってくるっていうことになってくるってことですよ。そうすると一時的には売り上げ上がったりとかしますけど、長期ではやっぱり売り上げが上がらなくて、売り上げがどん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 落ちてくるっていうになってくるでしょうし、もしくは、社内の中でも喧嘩とか派閥争いとかが、悪口とかがもう蔓延するような会社が出来上がってしまうって、一般にねブラック企業みたいなとこがやっぱり出来上がってしまうんですね。そうするとその会社で働いてる人たちっていうのはどん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 うつ病が増えたりとか、病んでいったりとか、もう休みが増えて、あの休みっていうのはもう休職ですね、働けなくてちょっと休みさせていただきますとか、辞める人がどん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 増えていったりとかっていう風になってくるっていうことですよ。なのでそういう悪い共鳴エネルギーを起こしてしまっている会社っていうのは、もうどん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 人が辞めていくし、どん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 その会社働いている人が病気になっていくっていうことが実際起こってくるっていうことなんですね。なのでそこに集まる共鳴エネルギーがどういう人たちが集まっているのかっていうのがめちゃめちゃ重要っていうことになってきます。ちょっと宣伝とかもちょっと入れさせていただくと、私たちの CK スクールっていうスクールをね、今度5月から始まるんですけど、そこも私たちはその集めるときにあんまり広告とか使ってなくて、まあ、YouTube とかでまあこういう考え方とかを、ね、お伝えさせていただいてて、そこで共感している人たちが結構集まってきてくれたりとかするんですね。なのでその考え方とかそういうエネルギーとかのことに関して興味のある人たちが集まってきてくれるので、すごく、まあ、いい人たちというか、そのエネルギーの高い人たちとか、こういうちょっと、見えない世界のことが分かっている人たちとかが集まってこられるので、すごく、いい場が形成できるんですね。なので、スクールとかやっててもすごくこう分け上げると楽しいエネルギーの高い場っていうのを、そこを意識してあえて作ってるっていう部分があります。でこれがね、逆に、例えば宣伝広告とかでやるのがもちろん全然いいんですけど、煽りすぎるってやつですね。例えばこのセミナーに来たら一発で大金持ちになりますよとか、何百万の売り上げが一気に上がりますよとかね、あとこの技術を習ったら一気に病気治りますよみたいな、よくあると思うんですけど、まあ、それは悪いとは言いませんけど、そういうのでそこで集まってくる人たちは本当にそういう一発で魔法を求めて集まってくる人たちが多くなってきちゃうので、そうするとどうなるかっていうと、現実的に来た時に魔法がないってことなんですよ。魔法はないので、自分の思ってたのと、その魔法、一発の魔法だけを求めてる人たちのやっぱりギャップがどうしても出てくるので、中でこういろんなこう揉め事が出てきたりとか、主催者と受講生で揉めたりとかっていうことがめちゃめちゃ起こってきたりとかするんですね。そういうのはいっぱい見てきてますので、なのでそういうのがなってしまうとどうなってくるかっていうと、もうこの共鳴エネルギーっていうのがもう最悪の状態になってしまってて、エネルギーがどん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 落ちていくっていうことです。その場所、セミナーに参加するだけでエネルギーが逆に落ちていってしまうみたいなことが起こってきちゃうっていうことなんですね。
なのでこういうのを分かって集客するのかしないのかっていうことによって、そこで参加した時のその共鳴するその場のエネルギーっていうのは全く違うってことなんですね。なのでこういうことが分かって、やっぱり集客もしていかないとなかなかその場のエネルギーっていうのは作れなかったりとかするんですね。なのでうちのCKスクールとかっていうのはどっちかでこういうのをすごく重視していきますので、ぜひ5月から始まるので興味がある方はちょっと宣伝入りますけど、リンク貼ってますので、CKスクールよかったら来ていただけると、もう少しだけ参加枠がおそらくあると思いますので、参加興味のある人は見ていただけると嬉しいかと思います。ということで、こういう、場のエネルギーっていうのはその土地とか場所のエネルギーもあるし、集まってくる人たちの共鳴するエネルギーっていうのも一つの場になってきますので、まあ、そういう部分がその人生っていう部分でいうとどういうところの土地とかに、仕事しているのか住んでるのかっていうのと、そこに集まってくる自分の働いてる職場であったりとか、関わっていく場っていうのがどういう人たちと関わっているのかっていうのによって、これからの人生というのは大きく大きく変わっていきますよっていうふうになってきますので、それが場のエネルギー、これを利用しない手は逆に言うとないと思いますので、一気にこれで飛躍することが可能になってきますので、ぜひちょっと参考にしていただけると嬉しいかと思います。ということで今日は、人生が飛躍する場のエネルギーをお伝えさせていただきました。また、いろいろお伝えさせていただきますのでチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。